二人どっちか注文取ってきて。あ、はーい。ダメだ、私今までこんなんじゃなかったのに。セラちゃん、ごめん、厨房スタッフが休憩入ったから代わりに皿洗い入ってくれない？あ、わかりました。鍋とか大きいの多いから男と一緒にやった方がいいな。ライが今手空いてるんじゃね。じゃあ。え、でもちょっと今ライガ君と一緒は。あ、ハサネ君。あのお皿洗い一緒にやってもらえない？え、うん、別にいいけど。今ライガ君のそばにいたらまたあんな態度取っちゃうかもしれないから。はあ、私この調子でちゃんと彼女やれるのかな。で、花田さんから攻める作戦はうまくいってんの？なんで知って？教室戻ろうとしたら聞こえた。女子声でかすぎだから。まさかかすねくんに聞かれてたなんて。花田さんが空回ってる時って大体一人で何か抱え込んでる時でしょ。かさねくんっていつも気づいて声かけてくれるな。かさねくん、私、うん、変態になっちゃったかもしれないの。は？ああ、死ねる。今まで男子と何かしたいとか思ったことなくて、でもなのにライガ君がそばにいるだけで手つなぎたいとかハグしたいとかそれ以上に近づきたいとかそういうことばっか考えちゃうの。ライガ君と素敵な恋人になりたい。こんな恥ずかしい感情早く消さないと。ライガ君に知られたら絶対嫌われたくない。花田さんは誰彼構わず触りたいと思うわけ？まさかライガ君にだけだよ。好きだから触れたいって思う。それは恥ずかしいことじゃないよ。自分が自分じゃなくなるような感覚、戸惑う、時々怖くなる。でもそっか、恥ずかしいも触れたいもどれも好きの証だ。今日はお疲れ様。好きなだけ食っていいからね。ハロウィン限定メニュー食べたかったんです。いただきます。ライガ君。うん、来てどうした？食べるのに頭巾が邪魔で、その紐が絡まって脱げないの、ちょっと見てもらいたくて。うん、どこが絡まってんだ？普通に引っ張ればほどけそう。嘘。ちょっと二人になりたくて。はあ、恥ずかしくて死にそう。今日ずっとみんなでいてあんまり話せなかったから。なあ、カサネとさっき何話してた？奥でお皿洗いしてて、あ、ライガ君のことも話したりしたよ。なんだ、俺の話してたのか。ふーん。じゃ、いっか、満足。多分、私だけじゃない。きっとみんな恋をして知らない自分に出会っていくんだ。青に落雷第5巻大好評発売中パス。最後まで動画を見て